たの彼氏食ったわよ。これで結婚式もおじゃんね。え、当たった。何、当たった？占いが当たったの。今月の占いに大切なものを失うって書いてあった。ふーん、まさにドンピシャ大当たりだったわね。結婚式する予定だったあんたの。待って、ちょっとだけ待って。今週のラッキーアイテムシルバーなの。すぐ探すから待ってて。あのさ、人の LINE は最後まで読みなさいよ。ごめん、見つけたから両腕につけさせて。なんなのよそれ。あー、そっか、そうやって私の話ごまかそうとしてんのね。違うの、少しでも運気低迷を回避したいだけ。意外と巻きにくくてゴワゴワする。さっさとしなさいよ。一体何巻いてんのよ。アルミホイルは？キラキラした方ならシルバーだよね。あれ、違った？いい加減にしなさい。そんなの巻いてもあんたの運気は上がらないわよ。まっさかさまの急降下。やだやだ、怖。どうしても聞かなきゃダメ？当たり前じゃない。あー、もう待ってらんないわ。3ヶ月後に結婚する予定だったあんたの彼氏カズヤをもらったわよ。え、やだ、どうしよう。ラッキーアイテム効果ない。残念だったわね。そうそう、結婚式はキャンセルしなくていいわよ。どういう意味？私があなたの代わりに新婦になるからよ。親友の私に届いていないってことはまだ招待状出してないのよね。そうなの。今週中には出そうと思って用意だけはしてたんだけど、私がもたもたしちゃって。そう、ちょうどいいわ。カズヤにも了承を得てるし、あんたの結婚式そのまま乗っ取るから。本気で言ってるの？私たち中学からの親友なのに、どうして？その関係もなくなるわね。まあもともとあんたのこと友達とも思ってなかったけど。え、どう思ってたの？いい機会だから教えてあげる。あんたの顔、発言、行動、全部嫌い。でも頼み事は断らないし、パシリとしては最高だったわよ。パシリ？そもそもさ、カズヤは私が先に目をつけてたの。それをあんたみたいなネジ緩んでる女にかっさらわれて、私のプライドズタズタよ。まあ最終的には私のものになったからいいけど。すごい、当たってる。占いにね、大切なものを2つ失うって書いてあったの。あんたちゃんと話聞いてんの？占いの話はどうでもいいわよ。ねえ、ちゃんと理解した？うん、一応。じゃあ私が言ったこともう一度繰り返してみなさいよ。え、うん。香織ちゃんが私の彼氏を取ったから私の結婚式は。結婚式はどうなったっけ？なくなった。はい、よくできました。ということなので、時間あったら私の結婚式に出席してちょうだいね。そんな。ごめんごめん、その日暇に決まってるか。香織ちゃん、信じてたのに。こんな裏切り悲しいよ。そう？私は楽しすぎる。せっかく結婚退職したのに残念だったわね。あんた金持ちなんだから、海外にでも昇進旅行に行ってきたら？まだ信じられない。カズヤにちゃんと確認してみる。それは無理よ、もうブロックされてるから。あんたからは連絡取れないの。きっぱり諦めなさい。え、でも昨日出してきたばかり。ぐじぐじうっさいんだよ。あんたは捨てられたの、自覚しなさい。さて、あんたにも報告したし、カズヤから式場に電話してもらうわ。結婚式の準備も急がなきゃ。じゃ、またね。かおりちゃん、これって。あ、ごめん、カズヤに送ろうと思ってたのに間違えてあんたに送っちゃった。さすが貸しビル何棟も持ってるお金持ちのお嬢様はすごいわね。ブーケ用のバラ、モロッコから取り寄せたんだって？ダマスクローズとかってウェディングプランナーが言ってたわ。でもそれ見本で作ってもらっただけなの。は？見本なのにわざわざ取り寄せたの？その金持ちっぷりにイラつくわ。でもいいわ、このドレスもオートクチュールなんでしょ？あんたと体型一緒だからそのまま使うわね。私のドレスもう着ちゃったの？あんた目ついてんの？さっき写真で送ったでしょ？うん、見た。それにあんたのドレスじゃなくて、すでに私のドレスだから。そこんとこ間違えないでちょうだい。それすごく高かったんだけど。そんなもんあんたに言われなくてもわかるわよ。最高級のシルクで手触り最高だわ。ああ、結婚式楽しみ。本当に乗っ取るつもりなんだね。もちろん、カズヤも私との結婚を望んでるもの。
プランナーには神父の名前を間違えてたことにして変更してもらった。チャペルも海が見えて素敵だし、人生で最高の日になるわね。あんたには最低最悪の日か。もうウケる、たまんない。香織ちゃんもしかしてわざと写真送ってきたの？気づくの遅すぎ。そんなのわざとに決まってんじゃない。そこまでするなんて。信じらんない、悲しいよって言いたいんでしょ。単細胞のあんたが言う言葉くらい分かっちゃうのよ。今週は少し運気上がるって書いてあったのに。だったらまたアルミホイル巻いて運気アップしたら。今週のラッキーアイテムはバラだったの。ブーケ取られちゃったからバラ買いに行ってくる。行ってらっしゃい。あらあら、不憫だこと。私はこれから招待状の準備でもするわ。招待状送ったわよ。必ず出席に丸してね。本当に私の結婚式そのまま乗っとるんだね。あんたもしつこいわね。何度も同じこと言わせないでよ。もう招待状も送ったから後戻りできないわよ。そっか、もう仕方ないね。やっと認めたわね。料理もフランスから一流のシェフ呼んで作ってもらうなんてもう最高だわ。喜んでもらえて何よりよ。でも支払い大丈夫？はい、そんなもんもう済んでるんでしょ。あんたの親が払ったってカズヤから聞いてるけど。まだだよ。その予定だったけど、入金する前日に香織ちゃんから LINE 来たから親にストップかけた。え？その話聞いてないけど。乗っ取るなら当然自分で払うものじゃない？やだ、すぐカズヤに連絡しなきゃ。あれ？カズヤのアイコン見つからない。何なのこれ。昨日速達でお手紙出したから、支払い怖くて逃げたかも。手紙？そう、私と結婚式しなくなったから全額カズヤと香織ちゃんで負担するようにって。結婚式の金額って一体いくらなの？2000万くらい。え？それにウェディングドレスとブーケとフランスのシェフ呼ぶ分を入れると。入れるといくら？確かプラス1000万くらいかな。キャンセルする、今すぐキャンセルするわ。キャンセル料確か 30% と外注費の解約費がかかるから1000万くらいになるかも。なんですって？キャンセル料だけで1000万？見間違いじゃないわよね。うん、合ってるよ。カズヤ意外といい加減だから自分だけさっさと逃げちゃったのかもね。あとカズヤと香織ちゃんにも弁護士として慰謝料請求するから。はい？あんたたち結婚してないでしょ？結婚してなくても婚約中に浮気したら慰謝料請求できるの。っていうか、香織ちゃんがカズヤ食べちゃった前の日に席だけ入れてたから正式な夫婦だったよ。最初に連絡来た日に言おうと思ったらぐじぐじうっさいんだよって遮られたから伝えられなかったの。カズヤそんなこと言ってなかったけど。婚姻届出しといてって言われたから私が出したの。その報告もしようとしたら LINE も電話もブロックされちゃったから伝えられなかった。だからカズヤにちゃんと確認してみるって言ったのに。まずい、どうしよう。香織ちゃんもきちんと慰謝料払ってね。あと名誉毀損で訴えたから、もしかしたら3年以下の懲役になるかもね。何それ。結婚式乗っ取ったこと他の人に言いふらしたでしょ。まあね、こんな面白い話ないし。しかも私のドレス着て写真撮って、ドブスで間抜けななおメンタル崩壊中なんてフェイスブックに書いてあってびっくりした。え？捕まっちゃうね。しかも前科ついちゃうし。それはさすがに勘弁してよ。私たち親友でしょ。とりあえず訴えるのだけやめない？やめない、絶対取り下げない。今さら親友とか言う？香織ちゃんのこと信じてたのにこんなにひどいことするなんてすっごいショック。和也はもともと浮気症だからある程度覚悟してたけど。カズヤが浮気症？そう、すぐ他の人好きになるの。でも結婚したら絶対に浮気しないって言うから籍入れたのに、籍入れた翌日に浮気するなんて絶対に許せない。父もめっちゃ怒ってるから、知り合いの社長にカズヤの悪口広めてる。もうそこら辺の会社では働けないね。あのさ、ちょっと提案なんだけど、カズヤを私が見つけて連れてくるから、その分私の慰謝料と罪なかったことにしてくれない？それなら大丈夫。父が腕のいい調査員頼んで探してるから、もう見つかるところだよ。そうなんだ。あのさ、どうしたら許してくれる？無理。今週乗らないで妥協はしないのが吉って書いてあったし、私も香織ちゃんのこと永遠に許せないから。あ、そういえば、香織ちゃん魚座だったよね。うん。今週は運気急降下だよ。気をつけてね。
あ、父から LINE 来た。和也捕まえた。慰謝料払うこと了承させた。婚姻無効手続きも可能。と書いてある。よかった。婚姻無効なら慰謝料安くなるよね。ならないよ。敏腕弁護士が総力上げていくから。キャンセル料は和也と話し合って。なお、ごめん。私やりすぎたなって反省してる。これからは私のことをパシリにしていいからさ。あ、そうだった。私のことをパシリにしてたんだよね。その分も加えとくね。うわぁ、余計なこと言っちゃった。ごめん、今の取り消し。何言っても無駄だから。早く諦めた方がいいよ。ちなみに、香織ちゃんのラッキーアイテムはグレー。確か塀の中ってグレーの服だから、ぴったりだね。ああ、でも、そんなに早く習慣されないか。いや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 、勘弁してよ。本気で謝るから。キャンセル料もどうにかして、お願い。許さないよ。バイバイ、香織ちゃん。式場のキャンセル料も頑張って払ってね。もうちょっとだけ情かけてよ、お願いだから。あれ、東海とかいません？え？やばいやばい。本気でまずいよ。この先どうしよう。この後、香織ちゃんと和也には慰謝料を請求して即座に払ってもらいました。式場のキャンセル料は慰謝料を払った後、和也がとんずらしたので、香織ちゃんが全額払うことになりそうです。名誉毀損は敏腕弁護士の力添えもあり、実刑判決となりました。前科に多額の借金で刑務所から出てきてからが大変そう。私は和也との婚約無効手続きを無事終えました。今週の占いで運命の出会いありと書いてあったので、ラッキーアイテムのラインストーンを身につけたら、すっごく誠実で素敵な男性と出会えたんです。もしかしたら本当に運命の相手かも。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。